前島と中あまり島の間中あまり島と、大あまり島の間あまり島付近の空中写真格闘が、サスで繋がれている様子がわかる。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成エンジェルロードは、香川県小津郡との象徴銀波裏地区にある、サスである。継承地になっている。小豆島の前島から沖に浮かぶ中あり島を経て、 大余り島へと続く約500メートルの細長いサスの道。天使の散歩道とも呼ばれ、潮の干満により道が現れたり海に消えたりする。このため1日に2回艦長の時のみ渡ることができる。ただし、大余り島は島全体が神戸 YMCA が所有する土地であるため歩いて行けるのは大余り島の手前までである。瀬戸内海の多頭尾と四国。 屋島を見渡せるロケーションの一角にあるため周辺にはホテルが多く絶好の観光地となっている。もともとは潮干狩りなどに利用されていたが、道の真ん中で手を繋いだカップルは結ばれると、口コミで噂が広がり、恋人の聖地、縁結びスポットとして、小豆島のパンフレットにも載る観光地となった。 国土交通省四国地方整備局による四国の水辺88カ所に選定されている。なお、エンジェルロードの先にあるあまり島は、郵便事業株式会社から交通困難地に指定されている。瀬戸内海に所在する島で交通困難地に指定されているのはこの島が唯一である。2017年6月中旬、中あまり島に立ち入り禁止の看板3枚が、 設置された。中あまり島の所有者が土地の賃料や安全対策などをめぐり、地元の都の省庁とトラブルになったため設置したものであったが、同年8月になって、都の省町側が観光客への十分な安全対策を実施するという条件で所有者の男性と合意に至り、男性側の看板撤去の合意を得て、町が11日までに全て撤去した。 郵便番号761-4101香川県、小津郡との象徴あざよじま。ありがとうございます。